秀千代殿だったとは流行りすぎたようだ。徳川が家臣服部半蔵にござる。ここはまだ敵地、我らは藤吉郎の追っ手を足止めしておるのよ。時は稼げた。まずはこの場を離れようぞ。ほうほう、我ら忍たまと同じ気配がするの。来たか。茶も出せんが、まあゆっくりしていけ。お前と俺は二人で秀吉、天下を取ったらこの国を半分やる。どうだ。では官位はどうだ。あの信長と同じ右大臣くらいで。価値がわからんとは所詮あやかしか。じゃあやっぱりこれか。欲しかったら拾え。強情なやつだな。だが死ぬやつには何もやらん。